また税によって初めての方もあるでしょうから、この前の東京という意味の話から始めたらね、いや、この前来て言われた方だって、これ人なんてすぐともうぼーっとしてほとんど分かっていないんだろうと思うからね。で、ここで故郷っていうけど、普通のこの古道具屋はね、骨董品にある、古からみたいな、これどこまでもね、仏法としての話ですからね、仏法として古いっていうのね、そういうその中途半端な古さじゃないんだ。どのくらい古いかっていう、二つに分かれる以前っていうね、古さなのね。例えばあるとないと、これ二つに分かれる、あるとないと二つに分かれる以前っていうとどういうことかね。それから生と死と、真と妄と、そのあれですね、自分と他人と、悟りと迷いと、あるいは幸福と不幸と、あるいはあれですね、偉いと偉くないと、金持ちと貧乏とって言ってね、苦しいと楽しいとって、そういうこう2つにみんな分かれてるわけですがね、2つに分かれる以前、そういう古さですね。そういうような二つに分かれる以前というのは、一切が分かれる以前、一切が分かれる以前、そういうのを、まあ、前後を持って言えば、その父母未生以前というね、あるいは空後以前、時の始まる前。ところがそういう前後を持ち出すとですね、それこそみんなこの厳しい座禅修行をした挙句、初めて到達する、特別な境界というぐらいに考えるもんね。大概そうだ。そしてなんかそれは神秘的な今日近づこう思う。しかしそれがね、根本的に間違いだ。そういう神秘主義の話するんじゃなし。で、そうじゃなくて、そういう特殊特別な境地境界じゃなくて、本当は誰でも彼でも、そういう二つに分かれる以前のね、実物をみんな生きてるんだっていうことです。これがね、大切なんで、これだけがね、どうしてもその分からないのね。分からなくても事実そうだ、それが生きてるんだ。とにかく仏教の仏法としての根本はそれだけだ。いや、この間もいや、この頃あれですね、夜中に私目覚める、虫がね、秋の夜の虫がこれこそ大脱走だから、そのチリチリチリって言ったらね、ディーって鳴いてる、これジーってやつがあるね。ジーってやつは私の耳の中入ってきて、脳の芯まで入ってきて鳴いてるんじゃないかっていうような音でジーって鳴いてる。他のことはずっと向こうでキリキリカチカチって、ね、それこそ広さを感じさせるね、こうその秋の野原の広さを感じさせる、そういうような鳴き方してるのは、これそれ本当にこれ玄太のね、安泰寺よりも今の小畑の農家院の境内の方が虫の数多いらしいね。あっちの方があったかいからね、虫の種類の数が多いみたい。それでそういう虫の音を聞きながらね、私
얘만 같이 끄집고 먹었다고 그래. 원래 무시나 통과하고 막 이치 때는 깔고 뭐 미민자가 하이트 키테를 믿어야 되고 맨손이 혼돈이 미민자가 하이트 키테를 하게 된 거야. 그러니까 서로 서로 찌릿찌릿치 때 무거운 호대 나이 때미워나 어떤 때뭐 와타시로 미미가 섰지만에 내가 하게 된 이때 키테를 하게 되잖아. これ たったねそういうことなしにたった一つの私の聞いてるっていうね一つの実物だけなのこれをねこの実物をそれはまあ仏教用語で言えば儒だ式儒の創業式の儒だあるいは感覚的近くだとこういうとこれはねもう二つにこう脳と書だですねあの向こう側にあるものとこっち側で受けるものとそういうふうに二つに分けてあげくそしてこっち側の受だとこういうふうに言うんだこれはもう二つに分けていった話だ だから感覚近くだって言ってもこれ向こう側のものとこっち側のこれとって分けてそして、こっち側の感覚近くだとこういうふうに言う今の人はみんなそういう考え方だところが本当はそうじゃない今その、そういう秋の夜の虫の大合奏ねそこをただ聞いてる<笑> これはもう一切未聞だ聞くと聞かれると分かれる以前ねそれをただしてるだけこのそういうふうにただ聞いてるこれたった一つの実物ですよこのたった一つの実物において聞いてる自分はその聞いてるっていう、本当において私は意識してる。生きてる。それから、聞かれてるっていう向こう側にある。こういうふうに考える。考えたときに僕たちに分かれてるからね。ところは本当はもっと根本には、ただ聞いてるっていうね。ただ聞くとも思わない。ただ生命体験してる。この生命体験、ただ生命体験してるっていう、この、 これが実物ですでそういう実物を思っても思わなくても信じても信じなくてもみんなそれは生きてるこれそのそれをあこういうふうに俺は生きてんだって言った時にはもう分かれちゃうそうじゃないそれ以前にただ聞いてる聞いてるただ生命 生命の実物してるだけだその時にその実物の中に向こう側の世界がある秋の世の世界があるまた聞いて生きている私があるだから決してねこれ特殊な体験でもない神秘的な体験でもないそれで私がいつも言うその自己はねそういう 生命体験をすることにおいて生きている。で、世界はそういう生命体験されることにおいてある、ね。それで、その身分の実物っていうのは、これどうしても、実物は自分、私がやるんだからね、とにかく。だから、それをなんとか表現するとすれば、 世界ぐるみの俺っていうやらかしゃあない世界ぐるみの事故だでその人一切事故だでその事故が事故が世界で事故が世界で世界が事故でだからそれを
宇治の牧には自己人無人海自立っていう、これね、宇治の牧のこの自己人無人海自立っていうのはこれ根本ですよ。その自己来たってそう決まったもんじゃないの。俺がまた国国なんだからね。あれで、しかしその国国の自己は自己人無人海と ひとひっくるめなんだね。だから自己が死んでいく時にはこの世界も死んでいく。だから私がほにゃって生まれてきた時にその世界を持って生まれてくんだ。それから死んでいく時にはこの世界も持って死んでいく。実物の話としてはそう。抽象概念の話としては自分が死んでも世界が残る、こう思うんだね。だから俺が生まれてくるのは出来上がすでにある世界の中に生まれてくる、こう考える。これはもう抽象概念の世界。そうじゃない、本当の実物の世界って言ったら、この世界を持って生まれてくるんだし、世界を持って死んでくるんだし。そうするとね、そういう<笑> 話だと、あ、それは観念論だ。かっこいいですけどね。俺、この観念論っていうのもそうだ。この、もう自分と世界とって、もう分けといて、そして、その自分が、その世界と、思って生まれてき、その世界を持って死んでくっていうのは、それは観念論かもしれない。しかし、大切なのは、その、自分と世界と、 分かれる以前というね、そこが大切なんだ。そういくら言っても、いや、それは観念のって頑張ってんの、これはまあしょうがないや。そうじゃないね、本当の実物はって言ったら、その、世界ぐるみ、自分ぐるみだよね、自己と世界と、二つに分かれる以前って、これが実物なんだ。 いや、そんなね、自己と、私がいつも自己っていうのはそういう自己を言ってるんだ。自己、人無人海自っていうね。ほら、いや、そういう自己って言っても、それに超絶した、なんか実在があって、頑張る人はいるね。その実在持ってきてるの。<笑>持ってくるのは自己を持ってくるか、しょうがない。結局ね。とにかく仏法の話は最初からね、 俺と世界と、別れる以前の生命の実物の話です。だから、その、受け取り方が大切だ。これを別れた後の話として、俺はどうしても別れた後の話、から考えなきゃ考えられないって言うんじゃしょう。そうじゃない。もう別れる以前を事実に生きてる。<笑> そこのところからの話ね。その実物を言葉で語るとすれば、あれですね、その自己人無人海自、自己と世界と分かれる以前、そういうふうに言うのはしょうがない。で、そういうのを、 そういう自己の実物をね、だから、自己の一心と、これ、仏教では一心と。人無人海を通って、それで、心房一如。心房一如。心房不二。 あるいは一心一切法、一切法一心です。いや、私このこういう仏教用語をね持ち出したかないんだけど、持ち出さないと私、この私の話を内山ってやつの勝手に
手に考えた話かと思うやつがいるからね、尺だから。それでこういう仏教用語、事実持ち出して間違いのない、どうその昔から仏法としてはこのことを言ってんだということを言うのね。そしてね、だから古さっていうのはそういう我と世界と、世界と我と分かれる以前の古さっていうのね、それが本当に古いんだ。それでそういう古さの実物を事実で生きてんですよ、みんなね。もうそういうのまだどんな境界かって考えるからこうスラッとすっ飛んじゃう。そうじゃない、誰でも彼でもそういう実物を生きている。で、少なくとも間違いないことはね、我々生まれてきた、それでまた死んでいくって、俺生まれたり死んだりって、生まれてくる死んでくるっていうのもね、生じ別れる以前の力で、事実そういう力が働いて生まれてくるんだ。が死ぬっていうんだって生じ別れる以前の力で死んでくるんだ。これ間違いないんだ。だから死んでいくときには分かると思う。それでそういうね、あの本当の実物ね、を初めて悟られたのはあのお釈迦さんだった。だからお釈迦さんが悟られたとき、我と大地無常と同時常って、この三千草木子供とくみな成仏ってこう言われたっていうね。お釈迦さんの場合、そういう実物、あ、みんな実物生きてんだっていうことを初めて悟られたからね、何みんな成仏してんだ。そして山や川、あらゆるものが、これみんな成仏してる、これ実物なんだっていうね、それを悟られたわけだ。そうすると、お釈迦、私が悟ろうと悟らないとね、お釈迦様はもうすでに悟ってくれてんだから、だからいよいよ間違いなくそうだった。それでこれを法華経では、この前の天法華天目経では、十方仏道中って言ったね。これです。どっちへどう転んでも仏道中だ。そしてそういう古さを、無音実情、法華経には無音実情って出る。この無音実情っていうのはそういう古さなんですね。いや、とにかく時間っていうのはもうずっとあるもんだと思ってるのは間違いない。本当の実物っていうのは、我々の生命が時間っていうものを生み出してるんだからね。で、そういう時間以前っていうのは無音実情だ。そしてそれは思っても思わなくても、信じても信じなくても、事実そういう無音実情、そういう無音実情の仏を生きてるんだっていうことね。だから十方仏土中、みんな十方仏土中にあって、しかし俺は仏じゃないって頑張ってるだけだ。頑張ってんな、しょうがないね。ところでそれをね、今度そういう古さを今度は神っていう、故郷って言うんですね。神っていうのはね、今の若い女の人は、いや、この頃は若い女だけじゃないね、男までそうらしいけど、化けるために神を使うじゃない。
つまらない顔で変じゃない、顔を素晴らしい別品に見せようかって言うんで、こう鏡見て一生懸命化けるんだもんね。俺化けるために見る。ところが仏法としての鏡はね、そうじゃない。この一切分かれる以前の実物っていうね、そういうところから見直して、でボケないためにその化けるかボケないかっていうのは、それそこで違うね。またボケる化けるっていう、化けないためボケないため、バビルベボのまたボダケの違いで違うの。というのはね、実際我々はいつでももうすでに二つに分かれてしまった低いところで乱れてんだ。詐欺老師が言われたことあるね。高いところに立って、見渡しの低いところに立って、低いところで乱れることであるって言って、ね、仏法とは見渡しの低いところに立って低いところで乱れることであるって言って、それなの。俺みんなすでに二つに分かれたとこからボケちゃってるんでしょ。そして乱れて、それに対して二つに分かれる以前というね、そういうところから見渡して、これは見渡しが効くもの、そして低いところで乱れない、それが仏法。例えばね、世の中少なくとも偉いとか偉くないとか、金持ちとか貧乏だとか、別品だとか、へちゃだとか、幸福だとか不幸だとかって、もう二つに分かれて、そういうものが本当にあると思ってるね。それで何とか偉くなりたい、金持ちたい、別品になりたい、その幸福になりたいって、そういうふうに考えたら今の自分はつまらないってことになるもんな。それで今の自分はつまらないって言うんで、もがくもぐずるも、それに対して仏法っていうのは大切なのは、そういう、ぐずらない、もがかないってことは、そういうもがいたりぐずったりしない本当の大人になるってことなんだからね。それが一番大切なんだ。この二つに分かれる以前の実物を見てみると、結局はその実物だけが大切だということです。そうすると何、実物としてはね、どっちへどう転んでも俺は俺なんだ、だから失敗しないと、十方仏の衆だからね、だからどっちへどう転んでも自己の多い命だ。そしてしかしながら、その今こう働く行こそが本当の実物なんだから、それだけにただするというのは、これが主観ということですよ。そのそういうね、そういうことが照らし出されるのが故郷という、今言うね、この町もね、東京からね、私の遠い親類のやつが娘と、お母さんと娘とやってきたんだね。私は親類ってやつが嫌いでね、でなるべく付き合わないようにしてんだけれど、時々そういうまぐれってやつも来るもの。ちょうど台風の時にさ、日本へ来るべきでないその迷いのが飛び込んでくるよ。そんなの、まあ時には来るわ。それで何だって言ったら、娘が、着物をね作るために京都へ買いに来たんで、ちょっと寄ったって言うんだ。
自分から見直そうってことですね。だからね、そういう故郷っていうのを最も具体的にその言うとすれば、私がいつも言うね、自分が生まれる以前に降ろされたっていうとこから見直すってことだ。早い話。
な文句なく生まれる以前に降ろされて文句も言えず南無阿弥陀仏っていうねあれいい歌だねいやこれ降ろすのにね降ろしてもいいかってあのお腹の子供に聞きゃなるでそれ文句なく生まれる以前に降ろされちゃう。そしたらもうなぜ降ろしやがったって文句言うところもない。それでだから文句なく生まれる以前に降ろされ文句も言えず南無阿弥陀仏ってそれが南無阿弥陀仏だそういうとこから見直しゃいいんだ。ところがねそこまで行くとね今度身も蓋もないねそのもう、我々も全部の生活がバッとなくなっちゃうそこが文句でねえあなたってそこからやっぱり我々生きてんだからねこの 我々どうせこの世に生まれてきたってことはそこが文句でねえあなたっていうそこで生きてんだそうするとそういうこの文句の見た故郷となるとまたちょっと話がね複雑になりややこしくなるで本当はあの一切分離前の故郷っていうとこから見れば何文句だって迷いだって悪いことなの迷いが迷いなりに生命の実物だ文句は文句なりに生命の実物でしょだからそれでいいそれじゃあそれでいいんだからもうそのまんまおとなしくしてますっていうならこれもいいんだけどそれがこうしちゃいられないっていうのはまさに迷いであり凡夫なんだそれだからねちょっと話がややこしいそうするとどうしたらいいかってそうするとそういう迷い悟りの分かれる以前っていうことですねそういう人生って我々の生命というのはそういう迷い悟りの分かれる以前というのはねそういう深さがあるんだってその深さに向かって深めていくって言わなくちゃいやそうすると私は浅いんでダメですってこうする言うまたその浅い深いの分かれる以前のところそれをただこれだから主観の話になるでそこをただ深めていくっていうねここがこの修行っていう話ですそれがあの鏡の話でいきゃ鏡を見上げるっていう話になる末っていうねでこの故郷の末はね大体そういう故郷の故郷がただ一面の話じゃなくてそういう立体的な深さを持ってるっていう話をねされながらそれでだんだんその今度は故郷を磨くって話に持ってくるで最後にはだから魔線瓦を磨く瓦を磨くで紙を磨くっていうのがね話になっていくわけですがねその年によってその前置きの話がね長くなっちゃってあれなんだけどこのこういう前置きの話でやらないで本文だけ読んでもらったらみんな若いんじゃないんだから本当にそれでねまずこの前置きの話をしてあげく分かんないのにただ読んでてもいいんじゃないのねそれでいざ本文に入りますと南岳大恵禅師の絵にある僧と鏡の像を犬がのぞく光いずこにか来ず南岳禅師のところにねこのある僧がやってきて鏡の像を犬がのぞくっていうのもね鏡っていうものをあの今はまあガラスでみんな鏡作ってるわけだけど昔はまあ、 あの真鍮とか鉄とかで作ったんじゃないですか
そのあれをですね、鏡を居潰して、そして何か他の器物を作ったとする。そうすると、その前の鏡の光は一体どこ行っちゃったんでしょう。そうだね、この鏡の光っていうのも、あの今の我々の感覚から言うと、あのちょっと素直についていかれないんだけど、今の我々としては鏡っていうのは反射光だとこう常識になってる。こっちにあったら反射してこっちに映るんだとね。昔はそうじゃなくて鏡がこう鏡が光る、こういう言うんだと思うんだ。だからいわばこの光って言って鏡がピカッと光るっていうんじゃなくて、まあ反射して光る、応じて光るという意味だと見ていけばいい。要するに鏡を居潰して何か他のものを作っちゃった場合、鏡のそういうこう応じて光る、光はどこに行っちゃったのかってこういうね。真意はこのねこの問いは大体あれだ。我々今言ったように、本来誰でも彼でも、二つに分かれる以前の生命の実物っていうね、そういう故郷を生きてんだ。みんなね。それを今、いつぶして、そして、三毒っていうね、まあいろんな煩悩を持って、結局、こういう六道の世界を作ってくるわけ。そういう本来成仏っていう鏡を居潰して、そして地獄、ガキ、畜生、修羅、人間、天上っていうそういう六道の器物を作っちゃうわ。その時にその本来成仏してるっていう鏡、あの光はどこ行っちゃったんでしょうと、こういう意味が結局はね。C は大徳、今ら出家せざる時の相棒、何のところに向かってかさ、あんたがその昔その髪の毛伸ばしてたその時の姿、出家して頭剃った時にどこ行っちゃったんだってね、いうことですね。そうするとそれを聞いて、なるほど、形変えればもう前のあれは全く光らないなっていうことはまあ分かった。しかしどうしてそういう内定の地に何としてか干渉せざる、どうして鏡は照らさなくなるのかって言ったらね、坊さんがそういう、そうすると C は干渉せずといえども他をまんずること一点もまた太く、いや光らなくなっちゃった、光らなくなっちゃったけれど、しかしながら他をまんずること一点もまた太くっていうのはね、ごまかすことはできないっていうのね。生命の実物はそれなんだ。今我々が本来成仏ってね、それで本来成仏してる神だ、それに尽くして今六道の境界になっちゃった、そういうの、そういう凡夫になった。そうすると凡夫になった限り仏の光が出てこないね。それしかしながら仏を捨てて凡夫になったとしても他をまんずること一点もまた不得だ。凡夫は凡夫なりに実物なんだ。だから本当にみんな今我々生命の実物生きてるのは間違いないってね、今さっきも言ってんじゃない。そこはね、今この満足は何者と諦めざるに尋ねれば、鏡の修行せる証明、すなわち
死の道にあり、これどれもこれもね、この一切分離で、たとえ凡夫になっても迷っても、どれもこれも本当は一切分離前の、その生命の実物っていうね、それの鏡を居潰して、そしてなったものである。で、本当はだから仏っていうその光は照らないだろうけれど、本当はまた十方仏だちゅうっていうね、光はちゃんと照ってるわけだね。どっちへどう転んでも十方仏途中だ。で、今日は神は金にあらず、玉にあらず、象にあらずといえども、たちまち主導とな、この主っていうね、金編でね、寿っていう字ね、まあ今の我々中っていう、真中とか中蔵とかいう、しかし辞書を引いてみると主っていうのが本当らしいです。で、まあ中っていう音もないことはないらしいけど、この一切分離以前っていうね、故郷、それはね、金でない、玉でない、象でない、しかしながらたちまち それぞれのいろんなね、象に鋳造されるわけだ。いや、だからさっきも言ったように、一切ね、我々が行ったり死んだりっていう、それは生に分かれる以前の力が我々に働いてきて生まれてくるんです。そして死んでくるんです。それからまた事実、我々が今生きしてるっていう力だってね、生に分かれる以前の力ですよ。いや、生きしてるってね、いかにもこの生きなんていうものはね、いかにも我々で赤ちゃんの時から死ぬまで、どのくらいこれ一生のうちで息するものかね、数感情電子計算機でももっと計算したら分かるかもしれないけど、相当の数を息してるわけだ。これどの息でもね、その俺の力でもって一つや二つは深呼吸できるとしても、寝ていてもね、何してもいつでも生きしてるっていう力、これはもう生と死と分かれる以前の力が働いて生きしてるんだ。それで そのことね、まことに鏡の昼面なり、そういうことがね、一切分かれる以前の鏡のあり方の究明だっていうのね。光いずこに書きす、この一切分離以前という光は一体どこ行ったのか、これは本当はね、問いじゃない。これ本当はどこ行ったって言ってね、国国なんだから自己人無人海自意ってね、それでただそれがそれっていう、実物は実物なんだ。だからそれはそれをね、仏教では何者か因もらいっていうね、何者か因もらいっていうのは、この次は仏性の巻やろうと思ってるけど、何者かこれ因もらいっていうのが、だから今からまあ慣れといてもらったらいいからね、慣
何者がどうしたっていうね、何者がどっから来たかっていうことですね。これは全く国国、それが自己人の人海自由。我々国国自由国国だ。それでそういうの如来如故、それから如如。 猿がごとく猿がごとく、そうであるがごとく、こってね、言葉で概念的に決まるものは一つもない。それで光、いずこに隠すは鏡の像を見るがごときの鏡の像を見るがごときのなる道種なり、この 如教中道は如教中道っていうのに意味がないっていうのね。だから例えば像は像の記するところなんだ。像は像。それから主はよく神をいるなり、主はどうまでも主だ。ただただもうそれがそれだっていう実物だ。 で、大徳今田出家されるときの僧帽を何の所に向かってかさるというは、鏡を捧げて証明するなり。そういうね、一切分離伝の自己国の神に、その自分の顔を照らしてみるんじゃないかね。この時いずれの面々か、すなわち自己面なら、どの顔が俺の顔かっていう。 決まっていないもん。固定した顔はない。これが俺の顔かって言ってもね、まあ女の人でも、これでお化粧、さっきも言った、こう化けるためにお化粧してた。この顔でもっておにあいすがら誰だって大丈夫って思って出かけていくだろうけど、残念でした。<笑>その顔そのまんまが、相手には、 相手に出会った時はその顔そのまんまじゃないんだ。もう慈悲国なんだ。それで、これもう、決まった顔はない。で、これまあ、東山大師が、あれだ、東山大師の頃は、神や、 薄や神持って歩いてにやにやがったからね。水をこう、あんにゃしてるときに、シナの方はクリークがたくさんあるわけ。 そのクリークが立ってる時に、自分の姿が映ったのね。その時に作ったあれが、これも私がしばしば挙げる言葉ですね。説に言う。歯に従って求むることを、象徴として、 我今一人自ら行く。少々彼に会うことを得た。少々彼に会うことを得た。我今これ彼にあら。
ここに。 まさにすべからこの我今これ彼にあるまさにすべからとよもにえしてまさに始めて年々可能です。 他に従って求むることを、他に従って求むることを、象徴として我となり、我今一人自らよく諸々彼に追うことを得たり、我今これ彼にあらば、まさに、あ、それからか、そうです、こっちが、これですね。 彼今まさにこれ我ですね。それから我今これ彼にあらず、まさにすべからく世もにえして、まさに始めて徐々に可能べしと言うんですが、その東山大師がその自分の水鏡を見て、そしてあれしたのは、 自分ちょまなね、決して、まあ、切に他に従って求めるもの、本当の自分の実物はね、こう向こう側へね、求めることはできないってこと。で、象徴としてっていうのは、はるかに、自分とこう、向こう側に見たものは、はるか、はるかに自分とは異なっている。 で、我今一人自ら行くって、どこまでも自分はね、一人で行くんだ。この、自己国なんだからね。そして、少々彼に追うことを得たり、この自分の姿を見る、この、こう、水に映って自分の姿を見たわけだね。少々彼に追うことを得たり、この彼は自分の姿ですよ。そうすると、 彼今まさにこれ我って、あの影は確かに自分の影だ。しかしながら、我今これ彼にあらず、あの影は、この俺はね、あの影じゃない。それで、まさにすべからく世もにえして初めて、まさに初めてにょにょにかのうべし。この、それで初めて本当のね、にょにょっていうことはそこにあるんだっていうことですね。 だからね、今、大徳今田出家せざる時の方法を何のところに向かってかさるというは、神を捧げて証明するなり、まずこの神にね、自分を見てるんだ。この時、いずれの面々か、すなわち二個面なんて、俺、本当の自分の顔はどれだ？決まっちゃいない。そして、地位は、
干渉せずと言えども他を守ることも言ってもまた太くというのは干渉太くなる。これ本当にね、本当の少々彼に思うことはあるしかしながらどれもこれもそれが俺じゃないか。で本当の自分っていうのはただ我今一人にいるからいるからね、干渉太く。 ああこれが俺かっていうことはできないけどね。で全くとこれ絶対に騙しようがない、ごまかしようがない。実物はもう本当の実物はどこまでも本当の実物なんだ。で海枯れてそこを表すに至らない。実物っていうのはこれ無限の海だ。 それはいくら水が枯れても、そこが現れようがない。悪いのは一人水から行くんでね、もう自分というもの、ああ、これが、これかっていう見ようがないと。で、マクダハ、マクドウ着なんて、打破することなはら、なんとかしようと思って、打ち合っちゃいけないってことね。 なんとかしようと思ったってどうにもなんない。マクドウ動かす流れ、実物は実物なの。近いといえども、だから動かしようない。で言いながら、しかしあるといえども、さらに山岳すべし。像を念じて鏡を射るの道理あり。この今の像を取り上げて、この 鏡を射るという道理もある。要するにね、我々本来成仏っていう神だって言ったね。しかしながらこれ、ごっそうの式でもってこういう、凡夫ができた。しかしながらまたこのごっそうの式のこの凡夫を取り上げてた。こういう像を取り上げて、 本来の鏡を射るってこともできるっていうのね。それが修行の仕事だ。どっちどころでももう生命の実物生きてる。しかしながら、だから迷いは悪い、凡夫は悪いっていうんじゃないんだ。凡夫も迷いも実物は実物だ。しかしその実物、凡夫を 取り上げてた、念じてた。そして鏡を作り出す、鏡の光を光らせることもできるんだということはね、こうそこはあの修行のしどころです。当院もその時は百千万の鑑賞に満々点々ない。その時は一切がね、その 一切分離遺伝というね、実物の光ではそういう天地いっぱいの光ばっかりで、それが光明光明三昧、満々点々なり、この満という字ね、辞書を聞いてみるとね、満というのは騙す、 欺くっていう意味もあるんですね。しかしながら本当は、もっと根本の意味は目が暗いっていうね、目をはっきり見えないっていうことが満なんですね。で満々っていう意味はね、目をつぶっちゃった姿を満々っていう、ね、まあ辞書に出てるから。そうすると目つぶっちゃったんだ。しかし点々点々っていうのはね、その点を打ったらポンポンとこう点を打ったようにね、たくさんこのここかしこに散在するこう散在する姿を点々という、これもまあ辞書引いてみたらそう書いた。そうするとどういうことか、我々この まあ私があれだけど、思い以上の私っていう言葉を使った。
たことあるけど、結局我々は思っても思わなくても思わないところにちゃんと全ては点々としてあるってことね。つまりそれが実物だ、私の思いと変わらないところに実物ある。私としてはどうしてもマヤの文法とこう、いくら決め込むなら決め込んでもいい、しかしながらそれはあなたの思い、頭の中の出来事だ。その頭の出来事、思い以上のところにはね、全て実物は点々としてある、まんまに点々だ。それがそういうことね。で全てこう、これは本能が。それからその次、説法神学大師、ある時主に示すには、この世を永遠と呼せば我が社に一面の故郷のごとくに相似たり、こう来たればこう現じ、観来たれば観現ず、時に現社入れてとたちまち明鏡台に合わぬ時いかん、死いわく古観共に隠る、現社いわく暴行はすなわち叱らず、方いわく何時そもさん、現社いわく公保証等別、方いわくたちまち明鏡台の時いかん、現社いわく百雑す。この即をあれですね、この段で道元禅師が提唱されるわけですが、この段はね、このちょっと長いんだわ。